本日は2019バールズグループステージ Day4 の模様をお送りしております。さあ続いてファンプラスフェニックス VS ギガバイトマリンズ e スポーツの試合となりますが、まあレボルさん来ましたよ FPX。 そうですね、まあ本調子なのであれば FPX と言いたいところなんですが、まあ、初の国際大会というところもあって緊張気味なのか今一つな部分があります。そうですね、一方でギガバイトマリンズもこう期待してたほどの爆発ぶりというのは、なんかキルゲームにもっと持ち込んでみたいな印象、あとはまあ奥の手じゃないですけどそういうのたくさん持ってるチームなのかなっていう印象ちょっと持ってましたけど、なんでしょう、ちょっと普通というか、スタンダードな戦い方をするのであれば、やはりこうチーム全体の完成度の差であったりプレイヤーの差というのが出てきてしまって、まあ、スプライスのようにまあ、完全に押し込まれてしまうということになりますからね。違うんですよ、ワールズファンなら分かってると思いますけどギガバイトマリーンズに普通を求めているんじゃないんですよね。まあ多分誰も求めてないと思いますまあそのドラフトです。さあ1勝1敗が4チームで並んでいます。グループ B、 ここでまず勝利を挙げたチームというのは精神的に大きなリードを取ることになります。ブルースサイドがファンプラスフェニックス、そしてレッドサイドギガバイトマリーンズ e スポーツ、ファーストバンユーミカラ、そしてパンテオン、やはりレネクは、あ、レネクじゃないですね、ノクタウンはバンなんですね。やばい、あ、GM がまあ見せた戦略というのを、まあ、コアなチャンピオンといったところを潰しているというのがここまでの FX のバーになってますね。そしてザヤオバンシ、アカリ、ケイルが飽きそうです。あとはキアナも飽きそうです。お、開けましたライズバン、まあうなずけますね。まあそうですね、という意味のライズはダメですからね、渡したらキャリーされてしまいますから、はい。まあ、こうなった時にレネクトン、キアナ、ケイルからどれを選ぶのかめちゃくちゃ入れてますね。いい感じですねおお、その3チャンピオンどれも取れません。ノーチラスから、そしてなんと GM ガムの方も取らない。リヴァイがキアナを使ったシーンとはかなり楽しみなんですが、まあ、ノーチカエサの組み合わせを嫌ってカエサの取り上げですね。さあカエサ、そしてもうワンチャンピオン、ここでよくレッドサイドのジャングルを取る印象がありますが、キアナ、これでフレックスですか、ミッドジャングルですね。ただ確かリヴァイが使っているというのも国内であったと思いますが、取らない。リーシン得意チャンピオンでいきます。じゃあ取るよということですか、ティアン。そういうことだと思いますね。であと一つレネクトンがゲーム軍とても得意なんですが、ティアンはそうですね、レクサイがかなり得意なプレイヤーですから、ノーチラスレクサイとなると少数戦ですが、キアナ、ケイルセットで取りました。ウィンレート 71.4% です。バンレートが徐々に上がってきてますね。これプレイインからの多分、データも、込みのデータとなっています。そしてチェイス、さあここからセカンドバンフェーズに入ります。ゼロスがジェスですかね、だと思いますね。で対面したくないチャンピオンを潰していくとなると、サヨンやオーンというところが候補もありますが、おルシアン、 LWX はルシアン得意としていますから、そこを潰していきましたね。 SPX としてはサポート3のピック潰してもいいかなと思いましたけど、キアヤのルブランですか。さあルブラン5番、5番難しいですね。ガングプランクはどうしますかね。あー確かに耐える選択を、まあ、されたくないってことですか、ギガバイトマリンズの方が。そうですね、ただ、まあ、ジェイスであれば勝てるので、取られても大丈夫という判断のようですね。それよりもやはりボットへに対する影響力をそぎたいと。おお、そしてラストバンはレオナ、仕掛けられたくないということでしょうか。
スレイとしてはこうなると、まあ、アリスターとスレッシュあたりが候補になってきますかね、サポートだと。ただノーチラスにスレッシュ出すというのは結構勇気がいりますよね。かなり難しいです。ノーチラスの方がチャンピオンパワーが上回ってますからね。ブリッツクランクという手もカイサとのシナジーはそこまでないですからね。あ、ブラウン見せてましたがギリギリでガリオに変更です。そしてもう2チャンピオン FPX 残っているのはまあ ADC のポジション、そしてトップということになるでしょうか。おっとレネクトン、ケイルはボットに行くのか。一応キアナがジャングルでと想定したら ADC 枠もありますが、ベイン、さあラストピック、会場からは大きな声援です。ベインピックに、ラストピックはケネン、ジェイスがミッドでレネクトンに対してカウンターのケネンを当てたという形になりましたね。これじゃあもうゼロスとしては AD ケネンでいけますか。そうなると思いますけどね、カイサがやはり AP ダメージ出せますから、ダメージのバランスに関してはそこまで気にしなくてもいいですね。ただあの LWX のやっぱりベインピックが気になりますけれども、その整った5対5の集団戦のファイトだとやはりベインはダメージが出せませんが、はい、荒れた集団戦2対2や3対3のところが局地的に起こるような集団戦であればベインは集団戦でかなりダメージを出せます。そういうふうに考えたときに AD 懸念の方がベインからすると戦いやすくはありますかね。あーなるほど、 AP 懸念だと完全に集団戦5対5のところで相手を一気に固めますから、はい、そしてそこのガリオとのシナジーを考えるとベインはかなり動きづらくなるかなという感じはしますね。さあそしてトップレーンではギム軍が、耐えるようなマッチアップとなっています。まあ先手取れるのはゲガバイトマリンズで問題ないんですよね。問題ないですね。ミッドジャングルのところでやはりケイルバーサスジェイスはジェイスが上回ってますから、そこを起点にゲームを作っていく形になると思いますね。まずは先手が取れるでしょうか、楽しみです。さあまずは観客の声援から入りました。かなりたくさんのこう人形を持っている方というのが見えましたね。見えましたね、大丈夫なんですね。さあ始まりました、2019ワールドグループステージ Day4 ゲーム3、ファンプラスフェニックスバスギガバイトマリンズ e スポーツの試合スタートです。ゼロスはネコババですから、これは AP 懸念に行くようですね、そして猫バってますね、ワード持ってます。そうですね、このワード大きいですね、そしてキアやジェイスでエアリーを選択していますから、はい、やはり、まあ、このエアリーを選択したということはオーダーダックをケイルに当ててダメージのトレード勝っていく、ハラスの性能を高めていくというところが狙いです。そうなるとミッドレーンのダメージのトレード勝っていって相手の体力のアドバンテージを奪って、そしてリーシンがカウンタージャングルであったり、もしくは押し切った後のサイドに対する介入というところを狙ってますね。ちょっと話題変わりますけど、結構プロ選手ってそのタイムアップトニックを選択するプレイヤーって非常に多いと思うんですよね、まあ、ポーションの半分分が一気に体力回復して、あと移動速度が効果中伸びるっていう、まあ、ルーンだと思うんですけど、有用な感じがちょっと分かりづらいと思うんですけど、そうですね、まあ、ダメージのトレードキルラインといったところをコントロールできるというのがまずまあ、パッと思いついた時に非常に強いですよね。あ、連のサステインも強化されますし、
あと詰め替えポーションをファーストアイテムに買うような、はい、選択だとやはりゲーム全体を通じて、まあ、中盤までは必ず売らずに、活かせるというところで詰め替えポーションの効果といったところ、ゴールド換算率といったところも強化できるというのはありますね。決して弱くはない、弱くはないですね、うん、まあ、ちょっと一昔が強すぎた、はい、強すぎたと思います。あと、まあ、クッキーとの組み合わせがやはり強いですよね。体力が減っていれば減っているほどクッキーの回復量は増えますから、はいはい、そしてそうなるとタイムアップトニックによる瞬間の回復量も増えますから。あー、なるほど。クッキーがあと早いんですよね。そうですね、最初あの変更を見たときナーフかなとも思いましたけど、手に入るタイミングがとてもいいので、うん、むしろ使いやすくなったような感じになりましたね。あとレブロさん、息継ぎとボンアーマーってどういう風に選択の際に分けたらいいんですか？相手のバーストダメージが高いのであればボンアーマー、相手がショートトレードを繰り返してくるのであれば息継ぎという切り替えになるかなと思いますね。なるほど。ボンアーマーはやはり瞬間的なダメージを減らすことができるので、しかも3回だけじゃないですか。クールダウンも長いですし、となるとダメージのトレードをしてくる、まあ、感覚が比較的長い相手、に対して使っていく、そしてバーストダメージが高い相手に使っていく、はい、一方息継ぎの場合だとクールダウンも短いですし、ショートトレードを細かく繰り返してくる相手に使った方が効果的ですね。ああ、なるほど。結構ね、こういったルーンの選択ってもうぶっちゃけちゃいますけど、考えるよりも正直プロプレイヤーが選択しているものを真似ちゃえって考える方が楽じゃないですか。そうですね、うん、ただまあ効果とあと対面を考えて、それでまあ同じチャンピオンルーン使うにしても、まあ対面によって変えたりしますから、どういう時に変えているのかというのもチェックすると、そのルーンを選択している理由というのがおぼろげながらも分かってくるかなと思いますね。なるほど、なるほど。もうじゃあ試行錯誤をずっと繰り返して、そうですね、そこに至ると。プロプレイヤーも試行錯誤していますから、そこの過程をチェックするだけでも十分、はいはいはい、そういったところのルーンの理解度といったところが高まっていると思いますね。あとジャングラーもすごい気になるんですよね。あの魔法のブーツをジャングラーで最近選択するっていうのが本当に増えてるじゃないですか。ゴールドの供給がまあ少ないからっていう理由で、ただ選択しないプレイヤーもいると、ここも面白い点ですよね。そうですね、まあ、サブルーンのところで今回だとリヴァイが魔法のブーツを選択しています、一方でティアンは選択しておらず、アーマー、あ、ボンアーマー、そうですね、あと急成長ですねを選択していますよね。となると、まあ、早い段階からそのボンアーマーを生かしたファイトというのをティアンとしては考えている。一方でリヴァイとしては、ロングソードにゴールドを使ってダメージを伸ばしたいという選択ですから、かなりアグレッシブに一方的にダメージを与えていきたい、スノーボールしていきたいという狙いがちょっと垣間見えるようなルーンの選択になってますね。なるほど、なるほど。スノーボールするために魔法のブーツで、他にアイテムを、ゴールドを使うと。そうですね、あとは、まあ、リーシーンや、まあまあ、ティアンが使うキアーナもそうなんですけど、はい、チャンピオン自体がマップ移動能力が高いですよね。そうですね、はい、Q と W がありますかね、リーシーンの場合だと。なのでブーツがなくても、アクションが起きた際に寄る速度といったところがある程度確保できるというところもあると思いますね。10分間まで、まあ、なくても問題ない、まあ、基礎ムーブメントスピードが上がったっていうのも大きな変更としてありますからね。例えばチャンピオン性能、それ自体だとウディアとか強いんですけど、強いですね。ただマップの移動、その地形を超える能力がないので、それによってそのアクションに遅れてしまうという欠点もあって、競技品だとなかなか使われなかったりしますね。なるほど。あとすごいまた聞きたいんですけど、やっぱりポロワードとゾンビワード、これも今難しい。最近はゾンビワードが競技品だと増えてきましたかね。ポロワードはちょっと減ってはきていると思います、はいはい、一時期ちょっと増えましたよね、ポロワード。増えましたね。相手のところに対して使えばそれだけで、アダプティブボーナスも手に入れられますし、強力なルーンだと思うんですけど、ここ僕もちょっとまだ難しい、難しいなという感じはしますね。
ゾンビワードだと確かにスタッカー、まあ、残りますからね、延長みたいなもんなんですよね、相手のワード消したら。そうなんですよね。一方のゾン、ポロワードの方だと置いて消えたワードがまたポロとなって継続してくれると。トップレーナーなんかはこうガンク回避のためにポロワードを選択してトライブッシュに開幕を置いてポロで継続させてレベル3ダイブを回避するみたいなも一時期恐怖心ですごい流行ったんですけど、なくなったたんですよね。なくなりましたね。むしろ連戦のサステインの選択が増えましたよね、うん、血の味わいとか。トップレーナーが、その波動の釣りをメイン釣りにすることはまずないですからね、はいはい、その影響もあると思いますね。だからどれだけそのレーナーの 1v1 のウィンレーンが重要かっていうのをちょっとプロが今研究でたどり着いた局地とだと思いますね。リスクがその方が低いという判断かもしれないですね。さあそして皆様お待たせいたしました、試合の方スタートしております。 LPL のファーストシードとそして VCS のファーストシード、さあ怒り投げのクリスプの仕掛けに対してタウントのゾーニング、ただスレイがこれで取り残されたアフターショックでしっかりと時間を稼いでのフラッシュアウト、レッドバフを取りに行こうとした動きだったんですがしっかりと FPX5 人全員で守りました。キム軍もミニオン一体ロストしてまでも、うん、このディアンのジャングルを確保することを意識しましたから、しかも見えてましたね、ギャバイドマリンズが入ってくるところを確認できていたのでしっかりと準備できましたね。ワードに移っていましたか。さあこれでティアンは順調にジャングルが回れそうです。ただ一方でやはりそのギム軍が、ええ、味方のジャングルを手助けするために犠牲になりましたから、トップレーンはゼロスが一方的にリードを作ってますね。これただこの構成を見るとやはりそのドゥインビーもケイル、LWX もまあベインということで序盤支える FPX のチャンピオンプレイヤーはギム軍ですよね。そうですね、あとはティアンですね。ここただトップレーナーが支えるにしても対面はカウンターの、懸念ですからレーンの消去はまず取れないですし、基本的にはギアナのレベル6までちょっと耐えるような形になりますから、レベル6からアクションを起こしていくと本当にじゃあいいドラフトからいい動きで立ち上がりはギガバイトマリンズが有利を握ったが、ボットレーンでまたフック、スレイのフラッシュがないのが分かっています。しっかりとスネアを決めてティアン、ファーストフラットはティアンが獲得します。いやここベインではなくてティアンが獲得した、まあ、ここが大きいですね。やはり彼が育つとレーナーのパワースパイクを早い遅い関係なくなりますからね。あもうティアンが一人でキルを持っていくと、そうなる可能性はこれ高まりました。そしてギム軍連戦放棄してチェック、チームのために本当に動くプレイヤーです。ただ止められないということでここはリヴァイがブルーバフスティール成功となります。リプレイ、ここでフックも見事でしたし、フラッシュがないという情報を生かしてのガンク完璧でしたね。今回その FPX が得意とするミッドで主導権を握ってからサイドラインのロームというのが、はい、ミッドに毛色を抑えたことによってできなくなっていますから、うん、普段とはちょっと違うスタイルで戦わなければなりませんが、そうなるときにティアンとクリスプ、このジャングルとサポートの動きというのが鍵を握りそうですね。またしてもここもリヴァイ入っていってましたが、おクリスプレベル3とローミング、ただミッド周辺にはリヴァイがいます。スカトルを取った後トップサイドにかなり体を寄せているのはキアヤ。いやここいいレーニングできてますね。ボットレーンからクリスプが離れたという情報を生かしてトップサイド側にしかもポジションを下げながら、レーニングできてますね。そしてそのままトップレーンへローテーション、まだレベル3ですけどね。ガンクに行きます。そしてゼロスはレベル5です。スタンを決めてスタン届くかギム軍、強引にフラッシュで浅いに行ってからフラッシュアウト、ゼロス間に合っている、あと一発ですがフラッシュでリヴァイなんとか守ろうとしたんですがダメージが通り切りました。ギム軍が1キル獲得、そのギム軍に対してリヴァイが張り付こうとしてますが体力回復した、ミニオンでかなりの体力を回復した。ティアンもキルを取ってこれで2キル獲得、 FPX さらにはクリスプ、
ミッドレインはこれで2度目のローミングです。いやちょっとさすがにそのキアナというチャンピオン、ファームが必要です、レベルも必要です、レベル6から強いチャンピオンです、まさかファームを放棄してレベル3トップガンク来るなんてそうそうできなかったと思いますからね。ここゼロスが倒されるのはかなり仕方がないと思います。ここはよくティアンガンクセットアップしましたね。だってとはいフューリーを急に使うハンド見事でしたね。ミニを巻き込みながら、だってこれ普通だったらファームしたいからトップレーンはカウンタージャングルした、じゃあボットサイドにいるよねって判断ですよね。そうなりますね。リコール、相手はリコールしてクルーグとラプターは勝ってるだろうという想定になるはずです。もう完全に裏をついた局面と。さあただ CS 差ではゼロスが圧倒的、ギムブーンはかなり苦しい CS です。現在26、それに対してゼロスが59、62、これでなります。 FX としてはもう一度トップに勧誘するのか、おっと待ち構えてはいますが、ただこれちょっとレベル 1V1 で勝てるんでしょうか。リヴァイ仕掛けた、ティアン VS リヴァイ、おっとただそこにショックブラスト避けているティアン、そしてプリンクアウト、さらにはデュインビの寄りが間に合った、秋山もなんとか1キロ取ろうとしていますが、それでもリヴァイしっかりと強者、あったがボットレーンの寄りはギガバイトマリンズの方が遅かったようです。 FPX の方が速かった、それでも11トレード、お互いジャングラーがデッドしています。今ティアンジェイスの息を避けてなければ先にデッドしました、してましたね。ただリヴァイとしてもやはりこういったところのアクション起こし続けるのがベトナム代表のチームですから、臆すことなく仕掛けていってますね。ただティアンがこれで2キル、さらには2950ゴールド、さらにはドインビーにもキルが入りましたから、はい、カトラスを購入しています。ガンブレードが最今大会だとファーストアイテムとして多いのでガンブレードの選択になりますかね。冒険は、ね、やはりないですか。今回のダメージのバランスも考えても、冒険だとちょっと AD に偏ってしまう傾向にあるのでミックスダメージではありますけど、そもそもただそれでも AP ダメージを増やしていく選択になりそうですね。おっとティアン、リヴァイレベル6、ただティアンもレベル6、天賦絢爛ワンバースト、キル取ってレッドバフまでごちそうさまです。ティアンソロキル、ちょっとどうしようもないですね。先にウォーリアーが完成しているのはティアンです。何でしょうこの動きは、あの死んじゃおとかですね、レクサイの動きですよね。そうですね、こんなに早い段階から敵のジャングルに対して入っていけるようなジャングラーではなかったかなと僕は思っていたんですが、ティアンの場合だと別ですね。こうなるとですよ、もう想定してたことが崩れていると言っていいでしょう。ミッドジャングルで先に序盤の有利を握るのがギガバイトマリンズだった。ただし結果としてはティアンがキャリーしていることによって序盤 FPX のゲーム展開になっている。これはボットのガンクに関しては仕方がなかったと思います、はい、スレイのフラッシュが落ちている段階の時にボットガンク食らってしまいましたが、まあ、できればかわしたかったところではありますが、ギガバイトマリンズとしてはもうレンウィンレーンウィンゲームを狙っていましたからプレッシャーをかけていく想定がやったのはやはりトップガンクでティアンにゴールドが入ったことですね、そこからちょっとテンポが崩れています。こうなった時にさらにはそのクリスプのフックの精度というところも非常に高くて少数戦で後手後手になってしまっていますから、今スレイがレベル6になりました、はい、このスレイのアルティメットを使って、相手の少数戦のアクションに対してカウンターを取れるような形というのを準備したいですね。もしくはダイブで狙っていくと。おお、そして困った時のゼロス、あっただギム君この動き映っていました。ラプター周辺のコントロールワードにスレイが映ったようです。下がりました。そしてリコールの判断も早い。ここでクリスパミッドプッシュ で、 そうです、ね、インファナドレイクですね。一方でギャバイトマリンズとしてはトップのアドバンテージを生かすためにヘラルドとインファナドレイクの交換を考えましたか。いや、クリスプがプレッシャーをかけてさせない、下がらざるを得ない状況になっています。さあリフトヘラルドとりあえず、そして一方的に
ティアンがインファーナルドライク獲得。さらにはこれボットレインへのダイブプレッシャーもティアンが生み出し、ミッドレーンではクリスプが、これボットレインにスレイが寄れません。寄れない時間ができた。そしてアルティメットこれ使わないと守れないぞ。いやー、ただこれだ、この動きだけで LWX はタワープレート2枚、まだもう1枚いけそうですが、ちょっとさすがにあんま硬くなりましたかね。そうですね、ただまだゾーニングされています。スレイがようやく来たので、ここでジンがファームできるんですが、ワンウェーブ完璧にロストしました。ドゥインビーだけじゃないんですね、ローブでプレッシャーを与えるのは。そのようですね。そしてゼロス VS ギム軍、ギム軍勝っちゃう勝っちゃう勝っちゃう、 1v1 フラッシュアウト、フラッシュ勝っちゃいましたね。いや、勝ってしまいましたという、まあ確かにその AD 懸念ではないので、カトラスではない分と言おうと思ったんですが、いやでも CS ダブルスコアですよ。そうなんですよね、何が見えているんでしょう。そしてリフトヘラルドに触っているのはティアン、さらにはボットレーン、スレイが前に出たところ、クリスプの爆雷発射、イグナイトまで入っていますが、ストップウォッチからのフラッシュアウト、ま、うわー待ってく、これはジン体力がないぞ。フラッシュはなんとか残っている。英雄降臨を使いましたが、スレイキル獲得、キル獲得 LWX。 そしてリヴァイがボットレーンに来ていました、竜の怒り。ただ逆にキルを狙っていこうというような動きを続けているのはクリスプ、さらにはストップウォッチで時間を稼いでキルを渡しません。リフトヘラルドの栄翔のポイントがあまりにもおかしい。いやー、 FX 戻ってきましたね、彼ら本来のパフォーマンスが、圧倒的だ。4枚のタワープレート、そしてこれで全てのタワープレート獲得。 LPL もかなりファイトの多い地域リーグですから、まあ、乗るということですか、そのギガバイトマリンズのスタイルに対して。ただその中心になるのはドゥインビーかなと思っていたんですが、この試合だともう完全にティアンですね、そしてクリスプですね。このジャングルサポートの個人技の高さというところが完全にそのリヴァイとスレイを上回ってますね。1人を抑えてもダメ、2人を抑えてもダメというチームがやはり上ってくる、まあ、それがワールズという大会でもありますけれども、一括買いです。ブラックリーバーギム軍、ボットレーンでの仕掛けの際にトップレーンでのダイブがあったようです。そのリプレイです。まあ、どうしようもないですね。そしてこれが先ほどのボットレーンのリプレイ。ガリオのアフターショック、ベインに対して何ら効果はないですかね。いや、しかもここの E のノックアップもしっかりと LWX は避けてますね。ここでジンがクリスプのフックに当たってしまったことによってスレイはカバーしなければなりませんから、自身を犠牲にしてカエサを守ったという判断でした。あれも仕方がないと、仕方がないですね。 AD キャリーが倒される、サポートが倒される方がマシですから、そこの判断を瞬時に行ったスレイは、まあ、サポートの鏡とも言えると思いますが、ただちょっとクリスプの前にはこれ立てないですね。またクリスプいった、爆雷発射、ツーマンノックアップ、そしてそこにはティアンからの LWX、 キルはティアンが獲得しています。そしてキアヤ、あー、ドゥインビソロキル、キルを取ってレベル11に。さあ、すべてのレーンで FPX が勝ちました。こうなるとあとは相手よりも先に動き続けてオブジェクトのアドバンテージを作っていくだけ、そしてファイトも人数の有利を生かしながらプレッシャーかけていくだけでいいですね。本来のこれが FPX の力なんですね。そうですね、だってちょっと嬉しそうですもんね、レブンさん。いや、ただまあその1戦目はその LWX の調子は良くなかったですけど、はい、ティアンはずっと良かったですかね、エリスで。そうですね、そう考えると、ただ彼がキャリーできるジャングルを持つとこうなるんですね。国内大会でそのキアナジャングルを見せていなかったので、どこまでできるんだろうとちょっと楽しみにしていたんですが、ここまでとは思いませんでしたね。ギガバイトマリンズもじゃあこれわざと開けて取らせてみたみたいな感じですよね。だと思いますね。いや、ティアン7000ゴールド、レーナーよりもこのゲームの10人中一番ゴールドを持っています。7000ゴールド突破しました。
すでにダスクブレードを持っています。ジンそのルートはいけない。なんでしょう、クリスプは見守るのみです。さあリヴァイナイスキック、ただここはフラッシュアウトが間に合ってドゥインビー、ただスタンが決まりました。これはゼロスよく決めました。リヴァイのセットアップからキル獲得はリヴァイです。こういった形で相手にも人数をかけて一人一人倒していくというシカガムはギャバイトマリンズは勝つ方法がないですから、それをうまく実践できていると思いますね。ただやはり多大なリソースを注いでようやく1キルなので、はい、これをどれだけ繰り返せるかというところですね。結局懸念のアルティメット、このインファーナルドレイクで使いたかったはずですよね。そうですね、ただまあもうインファーナルドレイクのファイトになったら勝てないので、はい、そこで無理をしてファイトするよりも、もう1キルと1キルとそういう交換しかないという判断だと思いますね。どうですか、ティアンを狙ってシャットダウンゴールドをじゃあ狙いに行くみたいな、それがベストだと思います。ああベスト、はい。問題はまあ武士のエレメントを取られている時が結構生存能力高いので、はい、そうですね、そこをしっかり取り切れるかですね。まあキャッチする場所を間違えるとインビジブルが長いということで助かってできませんが、またクリスプ強気、ツインに対してバクライ発射からのフック、そこを当てるのか、ジーン後ろからリヴァイのカバーが入ったんですが間に合いません。キル獲得ドゥインビー。そういうコンボなんですか。なんでしょうね、自分のポジションを入れ替えることで相手のポジションを動かしてますよね。そしてティアンのアルティメットが当たりやすいところ完全に作り出してましたね。ちょっとこの試合のティアンとクリスプは止まらないですね、そのチームによっては、まあ、先ほどの SKT もそうだったんですけど、はい、キアナというチャンピオンに対してルーンでストップウォッチを選択することによってそのレベル6のアルティメットのタイミングをそのストップウォッチを使って無駄遣いさせて前に来たところをカウンター取って叩き潰して相手のスノーボール止めるという選択肢を実践しようと、そしてそれがカウンターだよと見せてはくれたんですけど、実際にやってましたね、はい、ただそうなるとちょっとこれだけ技術差があるとなるとそれすらも実践できないということになると、格上相手にキアナを当てると開けるというのはちょっと選択肢としてはもう取れそうにないですね。このワールズではもうワールズ中でということですよね。そうなりますね。同等であれば、同等であれば可能と、はい、もしくは自身の自分たちのチームのメカニクスに自信があるのであれば、まあ、ギガバイトマリンズは自信があったからこそ、はい、その選択を取ったんだと思いますが、まあ、だってメカニクスチームですもんね、はい、ただ FPX が想像以上でしたね。なるほど、ティアンが先に回ってゼロス、これ警戒はしているんです。ただ近づいた瞬間、さあ入ったティアン、テンプケンラン、ワンバーストでこのダメージフラッシュでなんとか逃れようとしました。ゼロスがアグロを引いて、ただしもう耐えられません。ダメージがあまりにも高すぎて、さらには LWX スレイに対して張り付いています。トップレーンのインナータワー付近でもこれはもうキアヤがタワー下にいることができません。合計で3キル獲得したのは FPX。 インヒビタータワーになんと19分で触っています。さらにフラシン当たっていればキルだったんでしょう。かなりクリスプ強気なプレー、今のもちょっと運よく避けれたというような、動きでしたからね。分かってなかったですもんね。分かってなかったですね。今ノーチアスが通ったルートにはギャワイトマリンズの視界はなかったですからね。ノーチラスやりたくなりますね。やりたくなりますね、はい、このプレーはクリスプの昨日のイセラも見事でしたけどね、はい、ちょっとただこのクリスプのプレーはおっとリヴァイティアン避けます。007ですスコア、そして7キル1デッド4アシストはティアン、ティアナプレイヤー、そしてギム軍が2キルノーデッド2アシスト。それでもなお、まあ、50CS は近く懸念につけられてはいるんですけど、うん、ビルドはちょっと勝ってますね。そうですね、これも精進できたら止められないのでは。止められないと思いますね。ゾーニャがゼロスに必要になってきます。そしてこれもいつでもバロン触れますからね。
そうですね、ケイルとベインがいますから、ちょっとただタンク性能は低いですけど、関係ないですか。多分関係なさそうですけどね。なるほど。まずはバロンの奥の視界をしっかりと確保していくと。そしてやはりこういった狭い、ところでのファイトはキアナの得意とするところですから、基本的にはここでのバロンベイトでのファイトを中心に FTX としてはゲームを作ってますね。ゲバイトマリンズはそれを分かっているので前に出れないという状況ですね。ただ誰かがチェックしに行かないと、そうですよね、ずっと この陣形を取られるだけですよね。そうですね。あとはどうでしょう、キアヤのそのポークショットによって体力の有利を作る。おっと、ドゥインビー誘った動きか、ゼロスが仕掛けに行きましたか。体力全く減っていません。ソロにはテレポート、あー、そしてカバーしに行ったスレイが捕まっている。またしてもクリスプ、そして LWX にキルが入ってフリーインヒビターになります。懸念のアルティメットのタイミングに対してしっかりとケイルアルティメット合わせてましたからね。いや、これはおっとダイブになっているぞ、シージミに。おっと、これヒールまで使用してチェイスしようとしましたがやめました。強気すぎます。ミニオンウェブがちょっと来ないですね。 LWX のヒールがダウン、ダスクブレードでせっかく置いたワードも次々と破壊されています。ギガバイトマリーンズ、そしてバロンに触りました。ベインケールなので非常に速い、分かっているはずですがどうするか。ショックブラスト一応見えました。それに対してこれは見えたのがティアンだ。ティアンのワンバースはさすがに怖いということでかなり警戒しながら入っていきますが、もうバロンが終了しました。そして反転していくのは FPX 集団戦になっている。テンプ絢爛1人に入っている。リヴァイはワードブリンクで逃げましたが捕まったら、またしてもスレイダーキル獲得が義務軍。さらにリヴァイに対してはスローを決めました。竜の怒りでなんとかディスエンゲージしますが、キル獲得しているのはドゥインビー、2キル、そしてバロン獲得。 FPX このままエンドゲームまで狙うようですね。リコールする素振りがありませんから。いや、所持ゴールドたくさんあるはずですよ。そうですね。アイテムに換算してもいいと思うんですが、ゲームエンドを見せています。ミッドレーンから、いや、というよりもキルを見せているような攻撃的なポジションを取るのは FPX です。ケルのアルティメット上がってますから無理できますね。さあ、いけるか。まずは CGC タワーを1本、ゼロスアルティメットがもう少しで上がります。アップしました。連撃のワルシュどのタイミングで打つか、そしてクリスプがどういったエンゲージをするか。いやー、戦えない戦えない戦えない。 LWX のダメージが痛すぎて前に出ることができません。ようやくフラッシュインですが、そのタイミングで爆雷発射。さあ、かなりの雷撃のワルシュのダメージが入ってはいるんですが、狙っていたのはネクサスだ。義務軍がネクサスを破壊し、勝利したのは FPX となりました。調子を取り戻すとここまで強いんですね。メカニクスに優れたジャングラーティアン、そう思ってはいましたけど、はい、改めて目にするととてつもないですね。あの、さまざまに今年 その世界ナンバーワンジャングラーだみたいな話、いろいろグループ A に集まってるんじゃないかって話ありましたけど、これティアンも候補でいいんですよね。候補でいいと思いますね。そしてリヴァイも決してメカニクスを劣ったプレイヤーではない、むしろメカニクスの高さで世界を驚かせたプレイヤーなので、ここはまあ別次元、ちょっとロイヤルネバーギブアップの強さもちょっとあのこのワールドで見てる人からするとレートゲームすごい強くて序盤は安定的でっていうのがありますけど、国内だとこのファンプラスフェニックスの方が上回ってるんですよね。そうですね、決勝戦でもまあ一つ取りこぼしましたけど3戦ともに力は FPX の方が上だなというような勝ち方をしてましたね。なのでこの LPL から出てきたこのまあ上位1位とそして2位のチーム、スタイルも違いますから、チームとしての戦い方、もう一度ちょっとこの2チームの対決見たいっていうのも、そうですね、ワールズのステージでっていうのちょっとありますよね。ありますね。今回の場合だとやはりギガバイトマリンズが最初レベル1でインベードして、それが相手にバレている中で、スレイのフラッシュが落ちてしまうという形で相手に有利を渡してしまうスタートだったところがちょっと影響した部分はあると思います、はい、そこをうまく FPX ティアンはついていった。ただその後のジャングルのルートの選択ですよね。ほとんどジャングルモンスター狩ることなくその後トップへというか
する選択を読み切れなかった、まあ、あれを読み切れるプレイヤーはまずいないと思いますけど、トップラインでリヴァイが体合わせてますからね、うん、視界見てしっかりと。ただリヴァイもその時はジャングル勝っていて反応が遅れてしまった。ティアンのダメージがレーナーですかね。そうですね、147ほどケールより低いだけですね。そうですね、9一発当てれば上回ってましたね。確かに確かに最後の集団戦で、はい、最後の陣地のところはちょっとテンプ圏が打ちづらいですから。そうですね、ベースは打ちづらいですからね。ちょっとこれはあったらギャワイトマリンズとしても自分たちのスタイルを押し付けることがちょっと今大会できてない。相手がスプライスのみでき、そうですね、あ J チームですか、はい、J チーム、 J チーム相手のみできたというところなので、ちょっとそこもうまくいってない部分を、まあ次2周目で修正できるかというところも注目していきたいですね。さあそれでは、続きましてゲーム4となります。そのスプライス VS J チームの対決となりますが、ここでインターバルです。それでは一旦失礼いたします。